インフィニティ QX80 が7月末に北米で発売。6月24日、現地時間。日産は北米で新型インフィニティ QX80 を7月末より発売すると発表した。インフィニティは日産が北米や中国、中東などで展開する高級車ブランド。1989年にアメリカでスタートし、現在は世界150以上の国と地域で販売されており、一時期日本導入の噂もあった。インフィニティ QX80 は3列シートを備えた大型 SUV で、同ブランドのフラッグシップモデル、レクサス LX などのライバルにあたり、新型ではインフィニティの新しいデザイン言語 Artistry in Motion を採用するなど、迫力のある内外装デザインや快適性、パワフルなエンジンなどプレミアム SUV の王道を行くモデルに仕上がっている。ボディサイズは全長×全幅×全高 5364×2115×1979mm で、ライバルであるレクサス LX よりも一回り大きくなる。随所に日本をモチーフとした迫力あるデザイン。フロントは竹林からインスピレーションを受けたメッシュグリルに LED デイライト、光るエンブレムなどで構成されたダブルアーチグリルが特徴で、リアには水面に反射した光をモチーフに300以上の LED で構成されたライトバーを備える。さらに日本の石庭にヒントを得たラバーインレイなど、自然が作り出すフォルムを取り入れているそうだ。インテリアも高級感あふれるセミアニリンレザー仕上げとなっており、素材を幾重にも重ねることで上質さを演出している。さらに2つの 14.3 インチディスプレイと9インチのタッチスクリーンを搭載するなど、先進感にもあふれている。発表時ネット上ではかなりレベル高い。内装も外装も落ち着いたデザイン。インテリアのセンスが半端ないといった声も上がるなど、そのデザインはなかなかの高評価。パワートレインは最高出力は450馬力、最大トルク 700Nm を発揮する 3.5L V6 ツインターボエンジン VR35DDTT に9速 AT を組み合わせ、環境性能とパワフルな走りを両立し、電子式エアサスペンションを備え、乗り心地と安定感のある走りも実現するという。グレードは4種類、日本導入の可能性は？北米でのインフィニティ QX80 は4グレード構成となっており、価格はそれぞれ以下の通り。キュア$82,450、RWD $85,550、4WD、ルクス$89,500、RWD $92,650、4WD、センサリ$106,645、4WD、オートグラフ$115,595、4WD、日本円に換算すると、およそ1278万円、1714万円、1ドル155円換算だが、これはライバルのレクサス LX の$92,915、$133,490よりやや手頃な設定。発表時、日本での反響も大きく導入を期待する声も多かった。大型のボディは取り回しに苦労しそうだが、一方で生産は九州工場で行われており、日本市場向け車種と共通する技術を多数搭載するなど、導入のハードルも低くなっている。そして何より、日産がわざわざ日本語版リリース、省略を発表していることも日本導入の噂に拍車をかけている。現在、インフィニティ QX80 の日本導入に関し日産から正式なアナウンスはないが、SUV の人気が高まっている今、ライバルであるレクサス LX が日本で手に入らないことを踏まえると、導入の可能性もゼロではなさそうだ。